ポール・ブジュス・ポフから離党して FTSF を結成、ポシビリズムを標榜し党を指導した。フランス社会主義労働者連盟は1882年に結成され1902年まで存続したフランスの社会主義政党。略称は FTSF。現在のフランス社会党の源流となった政党の一つ。フランス社会主義労働者同盟。 フランス社会主義勤労者同盟の訳語もある。フランス社会主義労働者連盟は、ジュール・ゲイドを中心にして1880年に結成された、労働党から離党したポール・ブルス及びジャン・アルマーヌによって1882年に結成された。彼らは、ゲイド・ラポフ主流派の集参主義的革命主義に反対し、可能な限り全身的社会改革を追求する、ちい、 ポシビリズムの路線を取った。FTSF は、ポフ主流派の中央集権主義を批判して、文献的な党組織を主張するとともに、資本主義の発展とともに独占資本が形成され、それが国家の介入を通じ公社化し集団所有へと移行することで、社会主義が実現されると構想した。この点、同時代のイギリス社会主義に見られる。 労働組合主義に類似するという評価もある。1890年には、アルマーヌが離島して、革命的社会主義労働党を結成。1899年の社会主義者、アレクサンドル・ミルランの入閣問題に際しては、入閣を支持する態度をとった。1902年、入閣支持で立場を同じくする、パスワ及びジャンジョレスラ独立派社会主義者と合同し、 フランス社会党を結成した。小賀英二郎、フランス社会主義、P156。ありがとうございます。